この時間はジェイコムの放送エリア大阪・兵庫・京都・和歌山の台風10号に関する情報をお届けしますまずは台風の現在の状況をお伝えします午後14時現在の情報です台風10号は大分県国崎市の北東付近を 北東の方向に移動しています。中心気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。続いて関西の状況をお伝えします。ご覧いただいているのは京都駅の様子です。 現在京都駅の交通のダイヤの乱れなどはありません。こちら和歌山市街の様子です。雨が降るなどそういった状況はこちらからは,、えー、はないものと思われます。こちら大阪市内、天間橋から中之島方面の映像です。道路が映っていますが車は順調に走っており、 交通規制などは現在のところありませんこちら兵庫県神戸市内神戸ハーバーランドの様子です画面中央に映っているポートタワーは今日と明日臨時休業をしていますまた敷地内のイベントも一部中止となっております続いて台風10号の関西への影響について 気象予報士の神谷歩美さんに解説していただきます神谷さんこんにちはこんにちは今回台風10号の現在の動きこちらについて教えてくださいはい。先ほどアナウンスがありましたが台風10号まもなく九州から四国付近にゆっくりと近づいてくるそんな動きをしていますまた中心気圧昨日鹿児島に上陸した時と比べるとすでに30ヘク なってててておりりまましし勢力はは少しずつでであすすが落ちてきている状況ですこの先の動き、引き続きゆっくりめ、東に進む見込みでして、明日の午前中は四国付近、そして午後になると、紀伊半島にかなり近づく予想ですこちら、勢力はかなり落ちているということですかそうですね、落ちてきている状態ですね。 こちら熱帯低気圧にもこうなっていくそのいう過程をたどっているということでしょうかはいそうなんですこの先ですが1日すなわち日曜日には熱帯低気圧に変わる予想ですとはいえですねまだまだ台風として形が続いている状態で新半島に近づくということで風も雨も警戒をしていただきたいです、うん、こちら雨という どのぐらい降りそうなものなんでしょうか、はい、雨というのが局地的にそれも災害級の大雨となる恐れがありますこの先も南東から湿った空気が流れ込んでくるので特に新半島南東側三重や和歌山南部を中心に雨量が増える傾向にはあるんですが、まあ、やはり台風付近の風に乗ってくる形ですので風上に、あ風下にあたる大阪や京都でも 発達した雨雲が流れ込む予想です多いところでは1時間に50ミリ以上この雨が降るとこう視界が真っ白で傘が役に立たないレベルとなりますまた今回線井降水帯が発生する恐れがあります線井降水帯が発生した際には1時間あたり100ミリ近いという雨も降り一気に短い時間で状況が悪化しますまたさらに 今回、雨雲の動きが非常にゆっくりです。そのため、この先しばらく大雨の恐れが続きまして、週明け2日にかけて雨量、この先さらに500ミリ程度増える恐れもあります。今週すでにこれまでの雨量が200ミリを超えているというところもありますので、30計算でいうと700ミリ以上、この雨量というのは災害が発生した時の雨量に匹敵するほどとなります。 かなり、えー、広い範囲で長時間雨が降り続けるという、はい、そういった認識でしょうか。そうですね、長時間、それも広い範囲で、かつ局地的にはさらに猛烈な雨が降るというのが、今回の台風の恐ろしさです。うん、線状降水帯が発生するとあの予想あのがありましたが、こちらは紀伊半島、はいまあ、和歌山県というところが特に今、はい、警戒の。そうですね。はい。 あのご指摘のあった地域はもちろんなんですけれども、比較的広域に。西日本はほぼ広域にですね、情報が出ている状態でして。いつどこで、どのタイミングで発生するのかというのがなかなか難しいものではあるので。こまめに情報を確認していただきたいところです。わかりました。線状降水帯、もし和、和歌山といったところですと。木の川があり、はい、まあ去年でいうと、同じように線状降水帯で氾濫したということがありますが。そういった。 河川へのの影響といい、ううもももかか。なりあるでしょうかはい、もちろん考えられます。先ほど挙げていただいた紀の川もそうですし大和川でしたら川の上流部や中流部にあたる、まあ、例えば奈良県の三郷町、また大阪府内、柏原市などですね。こういったところにピンポイントで線状降水帯が発生してしまいますとその下流部でも川があふれて影響が大きくなるという恐れがあります。わかりました。えー、こちら、 まあこう河川の氾濫ということもですがまあ生駒山系といった土砂災害、そういったリスクも高まっているということでしょうかそうかそですね線状降水帯が発生してしまいますと短い時間で猛烈な雨が降りますのであの地盤の揺れみをかなり速いスピードで進んでしまうことがあるんですね。これはあの昼夜問わず同様なんですけどもなるべく崖からは離れた安全な場所でお過ごしください。 ありがとうございます。え、今後ですね、えっと、長く続くということで。え、はい、個人として注意するべきことを教えてください。はい。特にですね、今の予想だと、今夜から特に荒れてくる予想になっています。そのため、この先数時間のアクションが非常に重要になってきます。長引くという点で、非常用食品というのも、より長めに。早めのうちに備えておいていただきたいです。うん。まあ、今夜が、まあ、雨。 特にまあピークになってくるということが予想されるということで、はい、まあこの放送を今していますがまあ残り数時間こちらが備える、まあ、ベストなタイミングだということですねそうですねなるべく早くできればこの数時間のうちにというのがポイントですありがとうございます神谷さんありがとうございましたありがとうございましたえ続いてこの台風による関西への影響をお伝えします まずは15時現在の交通への影響ですこちら交通機関に変更がありますバスこちら神戸市内を周遊する観光バスシティループが今日と明日運休となっております続いて会場フェリーになりますと 大阪府三崎町と兵庫県相本市を結ぶ府県相本ライナーが明日と明後日欠航となっておりますお伝えした情報はこの先変わる可能性がありますので常に最新の情報を取得するようにしてください続きまして週末のイベントへの影響です 大阪府高槻市、明日8月31日土曜日、高槻夏の農産物即売会、こういったイベントが中止となっております。大阪府堺市では、明日の陸上自衛隊中部方面音楽隊スペシャルコンサートが中止となっております。同じく明日の堺区子ども音楽フェスが中止となっております。 また日曜日、防災の日、救急の日、堺市消防局とセレッソ大阪のイベントが中止となっております大阪府泉大津市では週末に開催されるラッシュボールが中止となっております大阪府松原市では日曜日に開催される松原防災フェスタが中止となっております 大阪府泉佐野市では、日曜日に開催される泉佐野市民オーケストラ定期演奏会が中止となっております。兵庫県神戸市では、土曜日に開催されるサマーイブニングカーニバルが中止となっております。こちら土曜日に神戸青少年科学館で行われるトークイベントも中止となっております。 日曜日に開催されるハーバーマーケット、こちらも中止となっております。兵庫県川西市では、明日土曜日に開催される川,川西市文化財講座が中止、日曜日に開催されるタダの市が中止となっております。兵庫県芦屋市では、子どもコンサートが土曜日開催される予定でしたが中止となっております。 兵庫県三木市では日曜日に開催される旧小川家別邸で開催されるイベントが中止となっております和歌山県では週末に開催される岩出夏祭りが中止となっております日曜日に開催されるエコサーフ磯野浦ビーチクリーンフェスタが9月8日に延期となっております 以上関西各地の主なイベントへの影響をお伝えしました続いて町の方々からお話を伺いますまずは堺市堺区にお住まいの防災ボランティア宮里増美さんと電話がつながっています宮里さんこんにちはこんにちはお世話になりますさあなります えー、今堺市堺区のご自宅にいらっしゃるのでしょうか。は一、い、番家の中ですが。あ、ありがとうございます。えー、現在、はい、周囲の方々ご近所の方々などはどうお過ごしされているかわかりますか。あ,そのまあ、あのご近所の方はまああのいつもと同じようにあのあ,あのまだ今のところはあまりこう合わせてはおれれませんが、うん、はい。え 今、えっ、ー、と、今まで通りということですね。えーはい、この台風に備えてですね、えっ、ー、と、はい、どんな準備を、宮里さんはされてきましたでしょうか。私は、あの、古くから、まあ、あの、災害が起こった時のためにと、あの、もう袋をいつも用意してるんですが。あの、地域の役をしてますもんで、あの、やっぱり、あの、災害、あの、避難してきた場合のための。 あのちょっとリストをあの再度あの見直しをしております。うんうん、そういうこととかあのまああの家の点検をしたりはしておりますが。うん、ありがとうございます、えー。備えに関してなんですけども、お買い物などは行かれましたか。はい、買い物はもうあの行ってきました。あ<っ>えー、こえこれええ三日目からあの少しずつあの保存食とかあのま。 えーとそのままでお存しなくてもあの食べれるものをあの購入してきておりますが、うん、スーパーなどでは何かこう品薄の状態になっていたりとかそういったたことはありましたかあと私はあのイオン鉄砲店が近いのでそちらに行きましたが、まあ、今、品薄にはなってないようです。だけど普段よりもお皆さんはやはりまとめ買いとかをされている方も多かったですか はいあの人の,あの顔を見ましたらあの、保存食とか、まともなお水とか、たくさんあの買い物してられましたあなるほど、じゃ皆さん、まあ普段通り過ごしながらも、かなり備えは、うん、あの数日前からあのきっちり準備されてるという気持ちはなん,なんていうんですかあの、不安なところもありますが、うんまあ、平然と装っているというような状態だと思いますが。 ありがとうございます、えー。今夜からですね、えっと雨がかなり強まるとあの予報されていますので、宮里さんもくれぐれも引き続きお気をつけてお過ごしください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも失礼します。うん、ご覧いただいているのは今日の。 高槻市市内の様子です。商店街の方にお話を伺いました。ずっと掲げてました。上りを昨日撤去。 しました思い出すのはあの何年か前の台風21号の時に大変な思いをしましたんで、うちも商売柄の金物屋なんで、倉庫もあるんですけど、うん、倉庫、結構水入ってきたりするんで、その辺のちょっと対策をしようかなというふうに思っております、うん、それではえ家庭内での備えについて、大阪市天王寺区にお住まいの防災士、泉真由美さんにお話を聞きました。 泉さんこんこにちは,こんにちは今、台風が接近しておりまして、この風雨への備えというものは、何かかされていますでしょうか、はいえー、我が家はマンションなんですけれど、あのもうすでに物、えー、干し竿を下に下ろして、で下にあのロープでくくったりとか、植木鉢をまとめたりとか、そういったことをしています。 分かりました。備えもされているということで、今からですね、ご家庭で簡単にできる備えなどあれば、ぜひ教えてください。はい。はこの時期に例えば停電が起きた場合、えー、困りますよね、なので我が家では、冷凍庫の中にペットボトルのお水を凍らせて入れています。うんうん、それはどのような効果になるんでしょうか。はい。えー ま冷蔵庫が使えないときに、庫内の温度を一定に保つための保冷剤の役割と、それからえ暑さ対策、それから水分補給、そういった意味合いでえ凍らせている水をたくさん置いていてます、うん。水だけじゃなくて、ゼリーなども凍らせても大丈夫ということですかね。そうですね、あの子ども向けのフルーツゼリーなんかも凍らせておくとあのとてもおいしいです。 おいしくいただけますし、はい、保冷剤にもなるということで、そうですね、はいはい、ありがとうございます、えーまあ、停電になりましたらあの、そういった空調の面、まあ、冷蔵庫のものなどを、まあ、保冷するという意味でも、もう今のうちからぜひ水やゼリーを冷凍庫に移動させていただきたいと思います。泉さんあありりががととううごござざいいいままましししたたた以上町の方3人にお話を伺いました 改めて今回の台風は勢力は弱まっていますが今晩から線状降水帯発生の恐れがあるなど大雨の心配が出ていますご覧いただいているのは和歌山市の木の川の様子です和歌山市では去年6月の台風によって線状降水帯が発生大雨で河川が氾濫しました和歌山市消防局から 当時の状況を伝える VTR が届いていますのでご覧ください今皆さんがご覧になっている映像はですね昨年6月2日に和歌山市内で起こった映像になりますこの時は台風2号からの湿った空気により和歌山市内に線状降水帯が発生してですね大雨が降り各河川が氾濫した映像となっております 先ほどご覧になっていただいたように川が氾濫してしまったりだとかこういうような状態になってしまうと水の流れが速くて避難することが大変難しくなってしまいますですので避難する場合は早めの避難というのをしていただきたいなと思うんですけども今一度ですねご自身の住まわれているエリアがどういった災害のリスクがあるのかっていうのをですね ハザードマップとかで事前に確認していただきたいなと思います今回の台風15紀伊半島での線状降水帯や京都大阪兵庫など広い範囲で雨が降り続けると予想されております気象庁のキキクルを使って今あなたがいる場所の危険度を確認してください キキクルはインターネット上で公開されており、大雨による土砂災害、浸水害、降水の危険度を地図上でリアルタイムに確認することができます。こちら現在画面に表示されているのがリアルタイムで表示されているキキクルです。こちらは随時更新されており、色で地図上に表示された色でご自身がいる場所の危険度を判断することができます。 こちら現在は画面上に現れていませんが黒色が表示されている地域こちらはすでに災害が発生している可能性のある地域です続いて紫色に表示されている場合こちらの地域は災害がいつ発生してもおかしくない地域となりますえ紫色の地域表示された場合はですね少しでも安全な場所への避難を開始する必要があります このキキクルはインターネット上に表示されておりスマートフォンやパソコンなどでどなたでもご覧いただくことができますキキクルで検索して最新の情報を取得するようにしてくださいここまでジェイコムの放送エリア大阪・兵庫・京都・和歌山の台風10号に関する情報をお届けしましたジェイコムチャンネルでは 避難所などが開設された場合、テレビの画面下で文字による発信も行っております。また、J コブのアプリ、ドローカルで、お天気カメラをリアルタイムで確認することもできます。現在、三時、十五時現在の交通への影響は、ご覧の通りです。バスは神戸、 神戸市を周遊している観光バスシティループが今日と明日運休となっております。大阪府三崎町と兵庫県相本市を結ぶ府警洲本ライナーは明日とあさって欠航となっております。関西の主なイベントにも影響が出ています。大阪府高槻市では。 明日の高槻夏の高夏農産物即売会が中止となっております大阪府堺市では明日土曜日に開催される陸上自衛隊中部,中部方面音楽隊スペシャルコンサートが中止、同じく土曜日に開催される堺区子ども音楽フェスが中止、日曜日に開催される 堺市消防局とセレッソ大阪のイベントも中止となっております。大阪府泉大津市で開催される。される。ラッシュボールが両日とも。中止となっております。大阪府松原市では日曜日に開催される松原防災フェスタが中止。 大阪府泉佐野市で日曜日に開催される泉佐野市民オーケストラ定期演奏会が中止となっております兵庫県神戸市では土曜日に開催されるサマーイブニングカーニバルが中止となっております 同じく土曜日、坂東神戸青少年科学館トークイベントも中止、日曜日に開催されるハーバーマーバマケットが中止となっております兵庫県川西市では土曜日に開催される川西市文化財講座が中止。 日曜日に開催されるただの市が中止となっております兵庫県足屋市では土曜日に開催される子どもコンサートが中止となっております 兵庫県三木市では日曜日に開催される旧小川家別邸のイベントが中止となっております。台風十号は午後十四時現在四国、えー、大分県国崎市北東の方北東の位置にあり東へ移動しております。中心気圧は 994ヘクトパスカル最大風速は二十メートル最大瞬間風速は三十メートルとなっておりますかなり勢力が落ちているということですが線場降水帯が発生する可能性が高まるなど大雨での危険性が高まっています関西には今日夜から、えー、雨がかなり降ってくると予想ですので皆様ご注意して 気をつけてお過ごしください以上台風 10, 10号の情報をお伝えしました